これは町ゼミといって、えー、一番初めに開催されたのが岡崎市のお商店街です。要するに布団屋さんだとかもういろんなお店があるわけですね。えー、そして別にそこで、えー、数人の人たちが、えー、安眠するためのお枕の相談とかね、えー、そのお店が提供できる えー、サービスとかあ商品を一緒にこう語りながらあ、その1ヶ月を過ごすと。この1ヶ月の間は、どこのお店が何をやってるかっていうのをお分,分類して行いますから、えー、今日はじゃあ,あ、あそこのお店の薬局でこんな話を聞こうとかね、えー、今日はあそこのブティックでこんな話を聞こうみたいな ことでえ地域活性化をしているところがが全国に今広がっておりますこの町ゼミ」というのもおー Google でググっていただければあたくさんの実行されている町がありますからまだあされてない地域においてはあ自分とこのお店の入り口にテーブルを置いて45人でもいいですからあコミュニケーションするえそんなようなことが ゼミですぜひ、えー、どこの商店街でもこんな取り組みをされるといいかと思います。